ソイスタシャネル、アンナと、アキと、カズです。ということで、アンナさん、明けましたが、2021年だね。はい。アンナは今年の目標はありますか？今年やりたいこと。仕事頑張って、自分の家全部終わりになりたい。自分の家全部終わり？自分の家って作ったって、サブローで？あ、あの今作ってる家か。はい、はい、今新しい家はまた終わりませんからね。そのために稼ぐってことね。はい、ちょっとそれは問題。あといくら必要なの？全然またね、下だけ終わるんですけど、うん、土台だけか。鍋、はい、鍋とか上とかまた鍋、屋根、ちょっと大変。あ、屋根鍋じゃない、壁ね、壁はい、壁といい。すいません、まだまだあれやな、 いっぱいお金必要だな、はい、そうですね、頑張ろう。はい、頑張ります。なんか今、クリスマスツリー買ってたんですよ。あ、うん、なんか写真送りますわ。すごいな、まだ途中なんですけど、うんうん、やっぱ才能があるなと思って。え、自分で？ピカソまで一人です。どっちの方向で？ちょっと送るね。お、うん。ピカソもびっくり。かわいいっす。あ、かわいい。僕もちょっとびっくりしてる。あれながらすごいなと思って。あの ポップですね。ありがとうございます、はい、すごい言葉選びが上手、うん、ありがとうございます。つけない。あれ言っちゃっていいですか？うん、ピコにしか見えない。うん、あえて言わんかった。ニュースいきましょう。アンナさん、ニュース。ニュースは1個あります。お、やったね。はい、今日はそれで30分ぐらい喋ろうか。いや、社長も喋って。社長、昨日は社長休みがある。どんなニュース？女の子一人死んだとか。あれ、なんで？部屋には友達二人住んでいるんですけど、もう他、一人の女の子の彼氏はね、何ですか、二人住んでいるでしょ、うん、男性から女性にね、うん、自分の彼女じゃなくて彼女の友達にやってました。それは問題ある。怖い。アンナも気をつけて。本当に、いや、私怖い、そういう風は、ね。でもね、女性二人住んでいるから大丈夫ですけど、恋人いるからね、部屋に、会うじゃなくて外にもね、なんですか、コフィションにとか、あ、本性分離とかあったほうがもっといいよ。自分の部屋には、ね、入れないほうがいいよね。僕も気をつけなきゃな。少々、少々、見まじ、女の子怖いね。怖いね。そうだ。みんな僕のこと大好きだからな。そうですか。そうですか。私たちも大好きだよ。ありがとう。新年からいい言葉を聞けて。はい、そうです。フェイスブックとの提携で高速 Wi-Fi サービスが始まるらしいですよ、はいはい、ミャンマーの通信会社グローバルテクノロジーが、うん、高速ブロードがちょっと言えてなかったけど、はい、まさかこの遅い Wi-Fi をなんとかしてくれるんですか？らしいです。しかもフェイスブックとだって大事ですよ。みんなフェイスブック使うからね。5BB ブロードバンドエクスプレス Wi-Fi by Facebook。 5BB ね、はい、いやー、早くインターネット早くなってほしいな。あんなニュースある？ないです。なんだあれ、もう金河ダムっていうんですか、これダムが水不足っていうニュースですね。マンダレのダムね、金河ダムですね。過去10年間で最低だそうです。アンナさん、はい、キンダーってあのダム、わかる？ダム、わかんない。ダムは山からさ、水が流れてきて止めてるね、冷え方。ああ、それは、うん、はい、そこの水がね、
今までで一番少ないんだって。え、なんで？なんででしょう。止まった。なんでだと思う？水が少ない理由は。何の水貯めるかっていうと、雨の水ね。はい、でも、はい、その今年は水が少ないっていうことは、雨あまり降ってない。ありがとうございます。そうです。でも私たちの田舎には雨多いだよ。ああ、バゴーとかは多かったんだろうね。でも多分ね、シャンの方とかジャガインの方とかは、はい、今年はねそんなに降ってなかったんじゃない？はい、だからだと思う。水が少ないと大変よ。大変よ。農業とかにも関係するからね。そう。はい。なかなかですね。なかなかですね。じゃあ結構去年のあの1年間大変だったんだ、雨季は。今年これからどんどん暑くなっていくから、3月4月もう水カラッカラになりそうね。そうですね。そう、今年はいい年と言いました。待っていますよ、アンナ先生が。いえ、占い人たちは。あ、占いの人たちですか。はい、じゃあ大丈夫、本当になるね。そうです、ミャンマーの占い師は本物だからね。本物の人も多いだよ、嘘の人たちも多いだよ。本当にね、その通り、いい年になるといいね。悪いことあったらいいこといっぱいになるから大丈夫よ。そうそうそう、バランス、バランス。悪いことばっかじゃない。落ち着いたら占いに行こうか。みんなで占いしに行こうか。占いいい人は私会ったことはない。あ、ないの。今 Facebook でニュースで私読んだだけ。あ、本当。いいことは外には本当に私ないよ。あのね、いい占い師の先生知ってるから行こう。え、そうか、行きましょう社長。私もそれは興味はありますよ。今急に喋り出したの。いい先生に会いたい。そうだね。悪い先生から私たちは何ですか、今の人参ルタに、あの今の人参、私の年は 100年年でしょ。今の人参の年は、人参の年100年じゃなくて70年60年。そうそう、あのあれだね、寿命ね。そうそう、寿命が今は一人は大体言うから100年と言うですけど、大体は60年とか70年でしょ。ほら、アンナがさ、何歳で結婚するかとかも聞いとこうよ。うわぁ、あはは。あれ、ミャンマーって日本でいう厄年みたいなのってあるんですか。あ、大殺界とか。厄年。あのね、厄年って言って2回か3回来るのね。何歳の年は良くない年っていうのがあるのよ。ああ、そうそうだそうだ。はい、今にもあると思うね。でも私はあまり信じられない。いや、もう占いの先生に聞いてみる。私2021年厄年抜けるんですよ。ああ、そうなんですね。あ、嘘ついたか。嘘か。いや、抜けますね。あ、はい、本当か。なんで、後役が2020年だったんで、女の30代のほとんど役なんですけど。ね、そうよね、かわいそう。じゃあアンナ、はい、占い行こう。行きましょう。運命の人を探そう。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を、もっと聞きたいなったらチャンネル登録をお願いします。それでは、アンナとカズでした。バイバイ。
あ、全然関係ないんですけど、昨日市場に行って野菜買ったんですよ、うん、で唐辛子がちょっと欲しくて買い忘れたんで戻って、うん、4本だけ買おうかなと思ったらくれました。え、ただで？ただでやるよ。ただで買える、こういうって言われた。マジ？愛があるな。いつも私だいたい買う場所決まってるんで、うんうん、顔覚えてくれてると思うんですよ。顔なじみの。そうだね。ツイッターサービスしてもらったり、うん、私ミャンマーの人って。いいね。